ファウルボール、ファウルボール、とは、野球、ソフトボールにおいて、打者の打球が、フェア地域に入らなかったもののことである、例外あり、単に、ファウルとも呼ばれる。野球のフィールドは、本塁から一塁及び本塁から三塁を通って、外野フェンスに至る2本の線、ファウルラインで区切られており、このうち、保守以外の守備側の選手や、各類が存在する側を、フェア域、フェアグラウンド、 それ以外を、ファウル地域、ファウルグラウンドと呼ぶ。ファウルライン上は、フェア地域である。ファウルボールとは、打者が打った打球が次のようになったものを言う。以上の定義は、公認野球規則により定められている、定義32ファウルボール、ファウルボール。審判員が、ファウルボールの判定を行う際は、ファウルボールと発生し、両手を髪型に広げたジェスチャーを行う。 ファウルボールが補給されなかった場合は、ボールデッドとなる、公認野球規則5.06の原文、補給は、ノーバウンドでの補給を指す。走者は投球当時の先遊類に戻り、打者は打ち直す。この時、ボールカウントが0ストライク、または1ストライクの場合は、ストライクが1つ追加される。2ストライクの場合は、ボールカウントはそのままで再開される。飛球は、 ファウル地域に飛んだものであっても、グラウンドに落下する以前に野手が補給した場合は、フェア地域で飛球が補給された場合と同様になる。すなわち、打者はアウトで、ボールインプレーである。走者には、リタッチの義務が発生し、リタッチをした後は、進塁を試みてもよい。タッグアップ。打者は、ファウルボールを何本打っても、そのこと自体により、アウトになることはない。しかし、 2ストライク後にバント、3バントと呼ばれる下打球が、ファウルボールとなった場合は、第3トライクが宣告、三振されるとともに、打者はアウトになる。このルールが追加される前は、意図的にバントで繰り返し、ファウルボールにし、相手の投手を疲れさせ降板させようとする戦法が、広使われていた。現在でも投手に多く投球させるために、カットと称して、自分に不利な球筋の投球に、 当てるだけのパッティングを行いわざと、ファウルボールにする戦術は行われているが、バントに比べれば、難しい行為である。打球が一度本塁と一塁、または三塁の間のファウル地域でバウンドしても、そのまま静止するか、一塁、または三塁のファウル地域側を越えるか、プレイヤーなどに触れない限りは、ファウルボールとならない。プレイヤーなどに触れ、ファウルボールと判定されるまではボールインプレーである。 打球にスピンがかかっていたり、イレギュラーバウンドをしたりするなどの理由で、打球のバウンドが変わって、ファウル地域からフェア地域に入ってくる場合があるが、最初に打球が野手に触れた地点がフェア地域であるならば、それ以前に本類と一類、または三類の間のファウル域でバウンドしていたとしても、フェアボールとなる。メジャーリーグベースボールでは、ファンがボールを返さなかったことがきっかけで、 からファウルボールをプレゼントするサービスが始まった。日本プロ野球の一軍公式戦で観客席に入ったファウルボールは全球場で観客が持ち帰れるファウルフライを補給した野手がファンサービスとして投げ込むこともあるがかつては景品と交換する形で野球場の係員に返却するかあるいはただ返却する制度が一般的だった。二軍戦やアマチュア野球では 最寄りの係員に返却することが一般的である。選抜高等学校野球大会や全国高等学校野球選手権大会では持ち帰ることができる。いずれの場合においてもファウルボールをグラウンドに投げ返してはならない。プロ野球において観客などが観客席に飛び込んできたファウルボールにぶつかって大怪我をする事例がある。 試合の主催者には安全に運営する一定の義務はあるが、チケットの理念には、試合観戦契約約款第13条が記載され、主催者側には責任がない旨が明記されている。過去にファウルボールで負傷した観客が、球場側に損害賠償を求めた事例において、仙台地方裁判所は、野球には臨場感が欠かせない要素であるとした上で、 過剰な安全施設はプロ野球の魅力を減らすとして一定の安全対策をしていれば十分としている。例えば東北楽天ゴールデンイーグルス等は不慮の事故に備えてヘルメットの貸し出し等を行うとともに試合中はボールから目を離さないでほしいと呼びかけている。各球場に増設されたフィールドシートの大部分においてはヘルメットが対応され着用するよう呼びかけられ、 グラブが対応される野球場もある。一部の球場はこれら事故に対応するため保険に加入しているところもあるが基本的にはその場での応急処置までしか求められないので注意が必要である。ファウルボールが飛んでくる危険性のある席で感染する際にはヘルメットやグラブの着用が望ましく十分な注意が必要である。酔っている状態等回避できそうにない場合は より安全な席を利用した方が良い。入場時において、著しく、手記を帯びている者は主催者によって入場拒否される場合がある。ただし、体に何らかしらの要因があり、ボールを避ける能力を有しない者でも、感染自体は自己責任で行うことができる。また補助犬等も入場することができる。ボール等の追いかけ等、他の観客に損害を及ぼす行為も、 禁止行為となっており、例えば東京ドームではファンサービスとしてボールが投げ込まれた際、怪我のないよう十分注意した上で投げ込み実施時にはボールを追いかけてはならず、席を離れないよう公式ウェブサイト上で呼びかけている。しかしながら実際には防護ネットを外した札幌ドームでは2009年には94件、2010年には99件と、 毎年100件近くの事故が発生している。大きな事故事例としては、宮城球場で2005年に児童が頭蓋骨、陥没骨折する事故が2008年に右目眼球破裂事故が起きている。札幌ドームでは観客が失明する事故が2007年と2010年に発生している。2010年の事故では、札幌ドームや北海道日本ハムファイターズ、 札幌市らを相手取った裁判となり、札幌地方裁判所が被告に対し4195万円余りの損害賠償を命じる判決を下した。メジャーリーグベースボールにおいては、少なくとも過去に5件以上の死亡事故が発生している。過去の事故においては、ために相応の注意が必要である。2018年には、負傷対策として39条で防護ネットを 少なくともベンチの端まで設置することを決定した。マスコットのパフォーマンスや試合中の飲食物の販売に気を取られることもあるが注意が必要である。球場ではアルコール等も販売しているがボールを回避できないほどの飲酒は危険である。アメリカの裁判事例においてはマスコットが観客の注意を流行らせたとして球団に責任認めた事例があるものの 日本の裁判事例においては、売り子からビールを購入したことが契機となってボールから、目を離したために発生した事故についても、自己責任であるとしている。日本では、ファウルボールが、スタンドに入るときは、笛とアナウンスで注意されるが、アメリカでは、そのような注意がなく、自分での判断が求められる。2009年4月19日には、横浜スタジアムで、 阪神タイガースの鳥谷隆の打った打球が右翼赤彩前列にいたビールの売りっ子にぶつかるという事故が発生している。感染ではなく手に荷物を持ちボールから目を離すことも多いがヘルメット着用などの義務はされていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。